付き合って3年、初めの頃のように毎日会いたいとは思わなくなった。最近は会えなくても寂しいのかもわからない。来週30歳か。仕事や自分の時間を大切にしたいって、そんなに悪いことかな。年齢とともに失うものも確かにあるけど、それと同じくらい得るものもたくさんあるのかも。新陳代謝が活性化されることで排便だったりとかして、すっきりすることでこうウエストラインが綺麗に出るよっていうこと。お尻をにダイレクトに効く、エクササイズ、筋トレをしたいと思います。はい、これもちょっとポーズがあるんですけども、こう浮かせます。はい、でこの時にやっちゃいけないのはこうとか、こうとか、はい、まっすぐです。で手を上げて、あ大変、これをキープします。おお、これで体幹効かせながらこう、上げていきます。私が今回も味噌汁をおすすめする理由なんですけども、食物繊維を含んだ野菜と善玉菌が入った発酵食品がしっかり摂れるからです。完成です。できた、美味しそう。いただきます。美味しい。별빛이내린다샤라라라